ね、今日は本当にコンディションが悪くてですね、落ち込んでました。通知から来た方もいるかな。ありがとうございます。はい。これはアフター配信ですね。アフター配信、ちょっと私多分唇が。はい。まあ、何を話そうっていう感じですね。でも今日は本当にクマさんと一緒で、クマさんと2回目なんですけども、本当に楽しい時間で、みんなとね、一緒に。私はちょっとね、コメント、本当にあれだったので、進行を初めてやったんですよ。進行を初めてやったから、結構緊張してて そう、私はちょっと MC は本当に向いていないなと思いました 向いていないなと思いました。はい。ですが、とても楽しかったです。そう、前と違ったんですけどね。唇切ったの？切ってないですよ。唇はね、口紅がはみ出ちゃった。リップがはみ出ちゃった。ました。今日の髪型かわいい。本当ですか？よかった。はい。何を話そうかな。何を話しましょうか 何を話す。アフター配信っていつも何話してたかな。服がチョコレートみたい。確かに。確かにそうですね。はい。私が最近、昨日の、あれは見てくれてましたか？皆さん。SKE48 の平均の、なんかすごい お花が落ちてきた そう、SK、ありがとうございます。SKE 平均の話。そう、私結構何回か B と A を分からなくなってあげてたとこがありました 多分 見てたかな。ありがとうございます、見てくれて。パジャマで、パジャマで。私はもうその企画があるって知って、ふわふわもこもこパジャマで行こうと思ったんですけど、その当日になって、そのふわふわもこもこかふわふわもこもこチャパ ふわふわもこもこパジャマがあるんですけど、ちょっと汚れてしまったんですよ。だから買いに行きました 新しく。そうだからあれになったんですけど、でも私多分あんまピンクとかを着なくなったんですよね、最近。だからその色の種類とかにも、もうほんでもそこにピン、そこでピンクにしてたら、私マキコさんとそのパジャマ、その色違いで、です私はその色違いのピン、その ちょっと待ってね。そう、その理由でパジャマを買ったんですよ。で、そのでさもう収録行こうと思ってエレベーター乗ったら、マキコさん、私がそのお店で会った、私のパジャマの隣に置いてあった色違いのパジャマが真紀子さんが着てたんですよ 伝わった そう、だからこっちにしなくてよかったなと思って、逆にかぶったらやばかったなと思って、だからね、よかった、よかったです、濃い色にして。そう、迷ったね。すごい迷ったの。え、ピンクも可愛い。くすみピンクも可愛いし、紺も可愛いな、と思ったんですけど。でもなんかちょっと普通かなと思って、紺にしました。そう。かぶ、じゃ、かぶっても面白いかもしれないけど、かぶったらちょっとなんか、ねえ、かぶったってなるじゃないですか そう、だから申し訳ない。買ったし、しかもなんか、そう、そうなんですよ。
あの新品なでもあきこさんにも聞いたら、あきこさんも新品って言っててで一緒の日に買いに行ってて、あ、えと思ってそうだから本当に良かったですね。かぶってたらちょっと、そうそう、ちょっとあ、なんてあれじゃん、なんかなんかしょのこの紹介するときにもさ、まあ、マックさんと一緒なんですけどってなっちゃうから、よかったです逆に、うん。よかった。結構なんかメンズの話、そのなんかなんだっけ、年上がかとか年下がとかどっち派みたいな感じで、でも私そういう企画にあんま呼ばれたことないから、すごい多分ファンの方は新鮮だと思います。あんまそのあんまそみおちゃんがすごかったから野村みおちゃんが結構本領発揮してたから、あんなガツガツはないんですけど私にはだみおちゃんはすごいなって思いました。やっぱそう喋れるって強いなって思って面白かったな本当に。ガツガツは大事ですね。こんな場に入るようになったのかとしみじみ皆さん見てください、ぜひ。多分もう見てるだけ楽しいと思います。もう本当にみおちゃんが面白すぎて本当に面白くずっと笑ってました。あとあおみちゃんも面白くて、あおみちゃん私の隣にいたんですけど本当に面白かった面白かったです。はい、ちょっと私はティーンズユニットについて別でショールームをしたいんですけど、これはねやっぱアフター配信だからちょっとあれかなと思ってそうどうしようかな、もういいか別に変えなくても。そうアフター配信が結構15分間のアフター配信だから収まるかなと思ってずっと考えてたんですけど、今日可愛い感じよだって。そう。でもそのまあいっか、あでもそっか。15分。だから一回切ってもう一回また始めますか。それか。そうする？そうしよう。そうしましょう。告知？何の告知？あ、告知？そうしましょう。多分私がショールームするっていうあんま言ってないかったからね。事前に言っとけばよかった。ああ、パスナー、ティーズユニットの話すよ告知ね。なるほどね。うん、わかりました。しますよ。はい。そう。そう、ずんだね。その、次の日も、昨日、その、発表があった次の日も、まあ、昨日なんですけど、その昨日も仕事があって、で、終わってから、その、家に帰って、ちょっといろいろしてたらメールの時間が終わっちゃって、ああ書けなかったと思って、でちょっと今日書きますので皆さん待っててください待っててくださいね。で今日もねこのお仕事があったからなかなかね話すタイミングがそうなくてちょっと申し訳なかったですね。でもこのお仕事、このアフター配信をね見てくださってる方、2時間ぐらい ?1 時間 ?2 時間ぐらいか。私のことを見てくれてるということですね。今日、本日、リアルタイムで、こう、
コメントをしてくださってありがとうございますありがとうございます。4月にはもう 10と11にコンサートがありますしね。グッズが本当にさすごい豪華で、チュリーさんのあの卒業コンサートめちゃめちゃいい、もう本当にめちゃ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 良かった。なんかおしゃれおしゃれで、そうすごい良かったです。うん、楽しそうだよね。てかすごいさ、そのバリエーションが豊富すぎて、あとカノのカノとエゴさんのソロコンサートもすごい、グッズがすごい豪華で、すっごい可愛い、もう欲しくなっちゃう、欲しくなりました。楽しみですね。外資すごい久しぶりに外資行きますね。皆さんはもうあれ、あの応募はまだ始まってないか、まだか、1ヶ月後っていうのが本当にやばくて1ヶ月後にそのやばいよね、覚えられるかな今本当にそれが不安すぎて。外資だって本当に全然あの全然行ってないから、外資でコンサートしたのって本当にいつだろう。あれか、あれよわかりますか、あのあれわかりますか、伝わりますよね、マサラさんじゃない気がする、あれ違う、あれじゃない、あのさ春コン、それ春コンやったよね、そう春コンですね。マサナさんの後に、ね、ハルコンやったんだよね、多分。埼玉スーパーアリーナと、そう、外資で。そう。2018か。3年前。19か。あれどっちだもう全然わかんなくなっちゃった。懐かしい。やばいね。その、埼玉スーパーアリーナは本当にもう広すぎてもうびっくりしちゃった、もうみたいな、すごかったし、あの外資もめっちゃ広いじゃないですか、だからねやっぱコンサートっていいなってすごい思います。SSA 懐かしいな、花道が本当に、てかステージが本当に豪華で、埼玉スーパーアリーナはそのこう本捨てがあって、でセンターステージがあって、 B ステがあって、ここのこう普通だったらこうセンターステージ、あセンターステージ、 B ステ、あ違うセンターステージ、あ違う違う違う本ステいやコンサートやってなすぎて、本ステージ、センターステージ、バックステージとあって、で外周がある時もあるんですよ。でもでここのこう長いこの通り、センターステージ、本ステ、センターステージ、バックステージをつなぐ長い、そこまではわかるんですけど、このね、あのここにもあるんですよ伝わったかなここにもあるんですよ、すごかったね。センターステージからその斜めのも出てて、でこう横もあってすごかったなっていう思い出があります。はい伝
伝わったかな絶対伝わらないと思うけどはい、でも本当に楽しかったですね。テンション上がりました。そうか、みんな今日は卒業なのか。私も1年後は卒業ですね。やば、1年後やばいで、高校卒業ですよ。すごいね、なんか私が高校卒業するんだ1年後ですけど、まだ1年の頃ですけど、私がいる JK ってもう、そりゃ そうですね、 JK ブランドが早いですよ。すっごいな、あなたってさ、すえこの前まで小学生、本当に小学生だったのに、本当に本当にそれです。成人式も来年かな。あ、成人式は2年後かな、19で19で成人式、それもそれでやばいよねあと2年後っていう、あと2年後ってやば。本当にね、この間も中学校卒業したと私も思いました。それも2年前だって、やばいね。でもそれも2年前ってやばくない？え、やばびっくりしちゃいますね。いやでもおめでとうございます、卒業された皆さん。 SKE だとどの代になるんだろう。私の1個上だから、アイリタンとか、あと1個上、あ、みおちゃんとかもか。なるほどね、1個上だもんね。うん、やば、懐かしい。うん、あ、アヤもそうだね、アヤは今日会いました。そうだね、卒業か、みんな親目線だよね、もうなんかもう15分経ったのかな。たで出た、あ、本当に？お、じゃあそれでは皆さん、アフター配信も見てくださった皆さん、ありがとうございました。またね、あの呼んでいただけるように頑張ります。だから皆さんも待っててください。ありがとうございましたアフター配信、またあのショールームしますします、待ってます。この後すぐかな、すぐ何時だろう、時計が見えない、見えないんですけども、またしますのではい、待ってます次はどうしようかな、10分後ぐらい、いやもうすぐやります、すぐやります。この後もうピッて変えてはい、すぐ始めますので、皆さん楽しみにしててください、来てください。ありがとう、バイバイ、ありがとうございました。